はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、とても人気の高いレンズになっております。こちら標準レンズのズミルクス 50mm の、ファーストですね。第一世代になっております。はい。ご覧の通り、ズミルクスですね。第一世代の 50mm F1.4 シリアルが1884783ですので、こちらはですね、1961年ですね、のズミルクス 50mm になってますね。前期後期があるんですけれども、番号からして、後期に入ったばかりぐらいのですね、番号になってますね。はい。非常に美しいですね、このルックスから。貴婦人の異名を取るレンズでもありますね。はい、大変人気の高いレンズとなっておりますので、ぜひですね、ご利用いただけましたらと思います。はい。じゃあ外観から見ていきますね。ご覧いただいてます通り、外観はですね、大変綺麗ですね。目につくですね、すれ当たり、凹みといったものは見られない。大変備品と言っていい個体だと思いますね。強いて言うとですね、どっかにあったんですよね。これですね。ここにですね、ちょっとすれがありますね。ここですね。ちょっと見ていただければわかると思いますけれども、ちょっと目につくすれがちょっとあるかなという感じですね。テカリのようなすれがありますね。はい。まあ、全然目立たない。よく見ないとわかりませんけれども、こういうの気にする方はですね、一応ご留意いただけましたらと思いますね。まあ、よっぽど神経質でなければ気にならないとは思います。あとはですね、こう落下して当たったりとか、ぶつけたり、擦ったりしたような跡は見受けられないですね。ローレットの摩耗とかですね、こう油の汚れ、サビなどもありませんね。はい。外観につきましては、この動画とですね、画像をたくさん載せてますので、客観的にもご確認をいただけましたらと思います。はい。続いて、光学ですね。レンズも綺麗ですね。前玉、後玉、共に擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか、摩耗とか見られないですね。とても綺麗ですね。このライトの反射、大変綺麗ですね。コーティングが大変綺麗に、残っております。ですね。中玉にももちろん、曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリもですね、目視で全然見えませんので、大変綺麗な状態キープしてますね。おそらくですけれどもですね、この感触から言ってですね、この綺麗さから言って、おそらく近年以内にはですね、オーバーホールされているんじゃないかなとも思いますね。はい。絞りの動きも軽快で滑らかですね。羽の痛みとか、膜の汚れなども、見受けられないですね。はい。ご覧いただいている通りですね。はい。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いてますね。動きムラとかですね、グリスが固着して劣化してですね、動きムラがあったりとかは全くしないです。はい。このトルクもちょうどいいですと思うんですね。はい。重すぎず、軽すぎず、非常にちょうどいいトルクです。付属品がリアキャップとこちらのフロントキャップになっております。はい。このフロントキャップがですね、これ純正じゃなくてですね、まあサードパーティーというか、多分中国製のキャップなんですね。はい。こんな感じで。まあぴったりはまりますけれども、はい。一応純正じゃないのでご留意くださいね。ということで、はい。ゼミックス 50mm の貴婦人と呼ばれるレンズになりますが、このままでも非常にいい状態のですね、レンズになっておりますけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、貴婦人の異名を取るですね、非常に人気の高いライカのオールドレンズ、ズミルクス 50mm の、第一世代になっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。